クリムチャク人は一世紀に国会沿岸へ定住したと考えられるユダヤ人。クリミアタタール人はカライ派ユダヤ教徒のことをもみあげのないユダヤ人と呼ぶ一方、クリムチャク人のことをもみあげのあるユダヤ人と呼び習わしていた。クリムチャク人自身の故障はスレルバララーである。セファルディムのラビハイムヘゼキアメディーニ、ラルフ爆死ク,クリムチャク人の祖先は一世紀に 国会沿岸へ定住したユダヤ人であると考えられており、旧世紀以降にハザールが崩壊するとユダヤ教に回収したハザールの王族や貴族を吸収した可能性が高いと言われている。1600年代半ばにはポグロムでコサックに誘拐されたユダヤ人同胞の奪還に活躍。しかし、1783年にクリミアがロシアに併合されると、 他のロシア領内のユダヤ人同様に差別を受けるようになった。辛い派に対する差別は幾分軽減されていたが、クリムチャク人にそのような手加減はなかった。クリムチャク人はまた、アシュケナジムに比べると文謀率が高く、文化的にも多くの名信を残していたことが知られている。1800年代にアシュケナジムとの通根が進んだ結果、1900年の統計では、 クリミア半島に6万人のアシュケナジムが居住していたのに対し、クリミア半島のクリム着人の人口はわずか6000人に過ぎなかった。1800年代半ばには、エルサレムからセファルディムのラビハイムヘゼキアメディーニを迎えて、多大な啓蒙を受け、教育水準が向上した。ロシア革命の時代には、革命勢力との戦いや食糧難で、多数の死者を出し、イスラエルや、 アメリカやトルコに多数のクリムチャク人が移住した。スターリン時代には当時のソ連の政策によりクリムチャク合格際にヘブライ文字を捨ててキリル文字で表記するよう命じられ、またシナゴーグやイエシバも閉鎖に追い込まれた。第二次世界大戦ではクリムチャク人は辛い派と違ってナチの殲滅政策の標的とされ人口の75%を失った。さらに、 ソ連政府のクリミアタタール人移住政策に巻き込まれ、タタール人と間違えられて、中央アジアへ強制移住させられたクリムチャク人もいた。2000年の統計によると、旧ソ連領内には2000人のクリムチャク人がおり、その約半数はウクライナに住んでいた。残りの半数はグルジア、ロシア、ウズベキスタンに住んでいる。イスラエルや米国に移住した。 クリムチャク人の中で未だにクリムチャクと自称しているものはわずか数百人に過ぎない。その中で最も有名な人物はアニメーターのラルフ・バクシュであろう。ありがとうございます。